ジョジュア・ラウントリーは、スカーブラ選挙区選出の庶民議員として1886年、イギリス総選挙で当選し、グラントストン・ハジー・党の一員として活動し、1982年、イギリス総選挙において、1886年に破った保守党のサー・ジョージ・リレズビー・シットウェルに敗れて落選した。ラウントリーは、ヨークのブーサム校に学んだ。ラウントリーは、 熱心なクエーカーであった。1892年に議会を離れた後、彼は全身全霊をクエーカー主義の現代的再解釈に捧げたとされる。彼はイギリスのキリストとの会が1895年のマンチェスター会議、1897年のスカーブラ、下記学校、1903年のバーミンガムにおける、 ウッドブルッククエーカースタディセンターの設立を通して、科学的発見と聖書的立場からの批判を調停し、旧来の時代遅れな監修を捨てる上で、静かに一定の役割を果たした。1872年から1875年に、かけては、キリスト友会の雑誌、ザ・フレンドの編集長を務めた。1913年には、スワースモアレクチャーにおいて、 ソーシャルサービス、It's Place in the Society of Friends という題で、講演した。ありがとうございます。